はい、皆さん、まいでまいどー。はい、こっからもう8倍速ね、放置タイムね。はい、お兄さんカットも終わったようだね。いつもさ、予約してくる方がさ、フラッとさ、予約もしないで来た場合これちょっとね、何かあったと思った方がいいよね。よその店行こうと思ったけど、ふらふらしてて、行くところがなくて、結局、またうちに戻ってきたどうしようもなくて。ほら、よその店行くっつうのは勇気いるからね。 でも、このうちに来んのもなんかさ、ってんで、かえ、お店変えようかなと思ったけど、結局変えることができなくて戻ってきたちょっと注意っていう場合があるよね。まあそういう場合はね、そのお客さんのなんとなくその過去を見てるとね、うちに来た時の状況とかね、ちょっとなんとなくわかるけどね。はい、テストだね。はい、もう一発オーケじゃないとにかくね、一番強い一応ってなとにかく強いよね。取れないっていうの本当パーマネントウェーブ 取れないパーマだよね。がっつりかかる。まあ、まさにがっつりかかるだよね。これはね、もう、カーリーそば重要だよね。やっぱりね、カーリーでもね、この一番強いチュで、10分置いたらやっぱりすげえ頭になるよね、きっとね。多分ね、10分のパーマをかけ続けてたら、一番強いチュでだよ。こういう人をね。健康毛でも、多分ね、毛が切れ出すと思うよ。2、3回かけ続けると。切れるっつっても根元からじゃないよ。毛先だけどね。 だからね、やっぱり使い方間違えるとね、怖いからね、パーマ液はね、一番強いチューでも、もう3分とか5分以下でかけてれば、いや、痛まずに、痛まずってことはね、もちろん痛むからね、まあ、カーリーヘアを楽しむことができると。もう、パーマ、パーマの話はいいか。一番強いチューの話なんか聞きたくもねえか、も馬の耳に念仏 <laughs> 他に語ることねえし。だからね、まあ、短時間でかけると本当にね、毛先の保護剤なんかいらねえもんだよ。 水ぶっかけときはー、OK、まあ、やっぱ水が最強だね。結局ね、保護剤塗ってもね、10分置いちゃったらで、ね、同じに痛むんだよ。ちりちりだよ。ほんでよくできたさ、酸性の保護剤塗るとさ、なんか全体にかかり悪くなっちゃってるな。混ざ、混ざっちゃってさ、根元の方まで酸性の保護剤がくっつくとね。結局なんだかんだ言ってね、水ぶっかけといて短時間でかけるのが、無難で綺麗で頭つかねえよね。まあみんなはね、本当にどういうパンマかけてるかわかんないけどね。いやもう、喋ることなくなっちまったね。 この放置時間もさ、一液をさ、かけるじゃない巻き終わってから。キャップしなくても絶対かかると思うんだよね。だからキャップしてから3分なり4分なりです。だってキャップ外してさ、テストカールしてる、もたもたしてる時間、それも放置タイムじゃねえかなと思うんだけどね、みんなどう思うかね。これどっからどこまでかね、明確なあの、線切りっていうのがないからね、困っちゃうよね。ま、あでもね、パーマーね、この、 ほら、3分5分でかける場合、これね、キャップしてない状態でもね、かかり続けてると思ってなきゃね。もう外しまあ、8倍速だからちょっと早いね。そのぐらいの気持ちでさ、だからもた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 2滴なんかかけててダメなのよ、1本ずつ。まず最初に1発目は、もう全体にパーっとかけてね。2滴のさ、 タイム差ってのも考えなきゃダメかなと思うよね。あと、付け巻きの場合さ、最初にさ、薬つけるじゃない最初に巻いたとことさ、最後に巻いたとこのかかりの具合の違いっつうの、あまりないよね。これ不思議だと思わないみんな。まっすぐな状態で一息つけるっていうのは、まあ、髪の毛表面全部がまっすぐな状態だけど、曲げてかけるっていうのは、やっぱり、外側っていうのは髪の毛が引っ張られて伸びるて、内側が圧縮されてるわけじゃないその伸びた部分に髪の薬が染み込むかね。そこで初めてパーマがかかるみたいな。そこに、 パーマー駅をかけて、初めてかかるか直線の場合、曲げてない状態の場合、ちょっとなんだかわかんないね。あこんな科学のこと考えたってしょうがないんだよね。ま、あ結果だけわかってりゃいいんだよ。つけ巻きの時意外と変わらないで、覚えときゃな。はい、お疲れ様でした。かラス行ってもたもた巻いちゃダメよ。